おはようございます。24番、株主の石島です。私は45社今株主してるんですが、本社やってることは素晴らしいと思うんですが、この間も何だっけ、不審船でしたっけ、あれを発見するのを開発したりとか、電話に開発したのも大きい岩田さんですよね。素晴らしいことをやっているのに、やっぱり株価が下げていかないというのは、やっぱり、問題事項が多い、例えば、以前、1350人ですか、解雇したりとか、あと、湯布院談合事件を起こしたりとか、というのですよ、ゼネコンでもないように談合事件を起こしたりとか、そういうことをやってたら、株価がなんか上がってたわけなんです。今回も、1号議案50円のこれ配当成功、25% ぐらい、あ、26% かぐらいのものなんですよ。今ね、40% 以下だったら安いってありますよ。ゆうちょ銀行でさ、配当成功 68% です。役員報酬も1人840万ぐらい抑えてあります。沖電機の場合はやっぱり大量リストラして、そしてまた問題を起こしたわけだから、やっぱりこの役員自らやっぱり申し訳ないっていう気持ちを持って、仕事をしていかなきゃいけないと思いますので、役員報酬2億6200万円、私は、多すぎると思います。これは半分でもいいんじゃないかなと思います。皆さんそう思いませんか？賛成。そうだ、本当これはね、もうちょっと減らした方が、何を参考にして2億6200万にしてるのか、同業他社参考にしてるのかわからないですけれども、これはやっぱり、恨みをやめてた人もやっぱりいっぱいいるわけですから、やっぱり役員報酬、これやっぱり最低でも半分ぐらいにした方がいいと思います。もしこれができないんだったら、議長を同意申し上げます。それと、これは株主からの命令ですが、年に1回ぐらいは、大きい岩田の創業者に申し訳ないことをしましたと、墓参りぐらいはした方がいいんじゃないかなと思います。そうだ、墓参りぐらいしろ。お世話になりがとうございます。それから、一応ケアのこの配当金なんですけれども、これだとたったの配当成功 26% なんで、まあ、50% にしろとは言いませんけれども、とりあえず、配当成功を 40% に計算し直して、修正通り申し上げます。皆様、どうでしょうか？賛成！賛成です。以上です。はい。全一致で賛成！につきましてはご意見ありがとうございます。NTT も190円ですよ、配当。あと役員報酬についての、ご質問がございました。これについては副社長の保守に回答申し上げます。ただいまの、役員報酬が高いのでどういうふうに決めているのだということにつきまして、ご質問いたしましたので、私の方から回答させていただきます。まず役員報酬につきましては、外部の報酬コンサルタントが運営する経営者、報酬データベース等も活用いたしまして、当社の事業規模ですとか、業種業態に類似する企業、いろいろなものをベンチマークを行いまして、その妥当性を検証した上で、外部の取締役をメンバーとする人事報酬諮問委員会というところで議論をし、それを取締役審議いただきまして、取締役会に答申しているものでございます。プロセス等につきましては、透明性と客観性は確保しているものと判断しております。なお、レベルが高いのではないか、これは他社のレベルにつきまして我々コメントする立場ではございませんが、いわゆる経営指標他、東証、GPX 日経400企業の平均の経営指標等々を比較いたしましても、
特段、妥当な範囲の差はというものと認識しております。以上ご回答申し上げました。半分にした方がいいんじゃないかって私は質問してるんですよ。問題を起こした会社だから、それに対しての答えを求めてるんですけど、回答成功につきましての話につきましては、ご意見として賜りました。今回第1号議案と一緒になって、決議いただきたいと思います。